おはようございます。今日はね日曜なんですけど、私がバンコクで毎週日曜にやってるソーシャルイベントの方をねオーガナイズしに行きたいと思います。ただ集まって喋るだけのイベントなんで特にやることはないですけど、毎週20人から30人ぐらい人が来てくれるんでね、いろんな人にねそこで会う感じですね。今日はねバイクで行こうと思います。レッツゴー。私がやってるイベントは毎週日曜日に日本語交流会というイベントをやっていて、まあ、日本語を喋りたい人ですねを集めてね、まあ2時間3時間くっちゃべるっていう、まあ、そんな感じのイベントですね。グループのね3分の1ぐらいが日本人で、ね、あと3分の1が日本人以外の外国人で、で残りの3分の1がタイ人ぐらいなんで、いい感じにねバランスが取れてるんですよね。英語喋りたい人もいれば日本語喋りたい人もいるんで、まあ、そんな人をねマッチアップさせて、まあ、楽しんでると、そんな感じのイベントです。まあ、参加費とかないんでバンコクに来た時にね参加していただければと思いますが、はい、じゃあまず会場まで行きましょう。なんか今日はめっちゃガラガラですね。今からアイケア迷路に迷い込みます。会場はねこの先にあるカフェなんですが、この迷路を抜けないとねたどり着かない仕組みになってる感じです。あ、着いた。あ、もうメンバーが来てますね。早速やるやつ本当に、あげていいですか。本当、いや緊張して喋れない。私でもラジオとか結構出てますよ、日本。あ、本当、うん、どんなラジオですか。知ってる人知ってるんで、ゲストで呼ばれてたから雑誌とかも結構そう。それでまあね、この前出たヒント出たの。あ、なるほどね。ゲストで出ると金ですよね。いいな。え、ラジオってメジャー曲だったね。ラジオってどうやったら出れるんですか。うんうん、あ、私、あ、え、これ入ってる。あ、内緒なら止めますけど。あ、じゃあ内緒だ、内緒。あ、OKOK。これみんなに。あのね、あ、うん、自分でやってるだけなんだけど、あの、うんうん、顔がでかくて頭がでかいから、うん、あの首がめちゃくちゃ痛くなる。うん、あ、聞いてるってことかもね。あ、違う違う、あのほら、日常生活で痛くなるから、うん、このなんかこっち向いたり、うん、こっち向いたりがうまくできない。うん、え、そんな首が凝ってきて、それはさ筋を違えたんじゃない。いやいや、なんか最近感じるんだけど、うん、そう、うん、でなんかすごい凝ってるから、うん、そうヨガ始めたらだいぶこの動きが良くなって、うん、そうそうそう、あ、ヨガをすることで動きが良くなったってことかって。ヨガってこういうポーズして、ね、そうそうそう、寝違いと一緒でこう筋を違えていくことだったと思ったよ。そうそう、だから筋肉使ってないから筋肉痛になったっていう話なんだけど、うん、すごい。じゃあルシーダットンしたら。何ルシーダットン。何それ、分かんない。あのタイの、うん、私またことないか分かんないけど、タイ版のヨガって聞いたんだけどね。名前はなんていうの、もう一回教えて。ルーシーダットン。ルーシーダットン、うん、なんか人の名前みたいな名前だよね。確かにルーシー、ルーシーさんね。もしかしたらルーシーさんが考えた。あ、かもしれないね。じゃあタイじゃなさそうだな。え、それはタイ式ヨガみたいなこと、うんうん、そう、タイ式ヨガって聞いたの、うん、なるほどね。なんかそう、私も習おうかなってちょっと思った時あったけど、うん、昨日なんかタイマッサージ行ったんだけど、うんうん、タイマッサージ行きます？私あんまり。フワットポーでライセンス取ったから持ってるよ。あ、本当、うん、女性と男性どっちが好きですか、マッサージは。マッサージは私マッサージされるのは好きじゃなくて、うんうん、あ、好きじゃないんだ、うん、なんだ。お母さんが肩こりだからしてあげようと思って。あ、なるほど、ね、優しい。あと暇つぶしにもなるからね、うんうん、これなんかね多分男性だったら分かってもらえると思うけど、うんうん、ちょっとなんか男性に触られると、うん、なんかちょっと嫌なんや。わかる。奇妙な感じになるね。そう、でも、うん、なんだろう、うん、タイマッサージって結構ストレッチ系で力がいるんで、うん、 その点においては男性いいんですけど、そう、で、でも触られるちょっと嫌で、でも女性にすると嫌な感じじゃないけど、うん、やっぱちょっと力がないみたいなあれで、うんうん、
日の最適解を見つけて、うんうん、レディーボーイです。レディーボーイが一番いいかもしれない。すごい力もあるけど、見た目は女性、下手したら女性より美しいし、なんかあんまりなんだろう、うん、なんか男性って結構あの、うん、ラフな感じで押してきたりするんで、痛かったりもするんですよ。あ、そうそうそう、うん、でもなんか昨日当たった方は結構なんか繊細にやってくれて、うんうんうん、それに加えて力もあったから、うんうん、なんか、うん、あれマッサージで一番いいのって、うん、レディーボーイじゃないかなと思って、うん、いい考え。そこはレディーボーイ専用だったのか、行ったらたまたま、あ、行ったらたまたま、いたから、あ、じゃあ覚えてくれて指名したらいいね。そう、でも名前聞いてないからね、うん、あ、そっか。カンボジアに口座開きに行ってる人多いよね。多い多い、なんか利回りが、そうそうそう、 7% とかだよね。そうそうそう、うん、でもあの、うん、まあ、はい、リスキーだよね。リスキーリスキー、あのアメリカの銀行口座は25万ドルまで保証ついてるんですけど、うんうん、カンボジアは銀行倒産したら多分何も戻ってこないんで、うんうん、ちょっと怖い、ね、怖いですね。選ばないとね。怖い怖い怖いね、うん、なんか私もカンボジア近いからね、うん、あのどうせだったら口座開きになんか行ってもいいかなってちょっと考えてたんだけど、あ、俺実は行ったんすよこの間。ドル口座開きたいなと思って、いや、うん、結論から言うと開けなかった。え、なんで？今結構厳しくなってて、あのね、長期滞在ビザと、うん、住所の契約してるところのなんか証明書みたいなのが必要って言われましたね。これ俺が言ったのはね、あのもう1年ぐらい前なんですけど、その時点でもうダメでしたね。俺もその情報聞いて行ったんですけど、うん、3つぐらい銀行試したけどダメでした。これがね、私のグループです。今日は20人ぐらい来てくれてますね。皆さん楽しそうで何よりです。ロシアから来たビビさんです。こんにちは。よろしくお願いします。どうですか、タイでの生活はどうですか？楽しいです。タイ人は優しい人でしたら。そうですよね。ロシアと全然違います。はい、あ、なんか僕はあのロシアのステレオタイプを一つ知ってるんですけど、ロシアの男性はあまり笑わないです。The Russian guy doesn't smile. This is the one stereotype I have in my brain. Thai women anyone not smile. あ、でもあなたは結構笑いますよね。はい、私はロシアでインターナショナル学校。ああ、だから、はい、ちょっと違いますね。アメリカ人。ああ、なるほど。なるほど。あ、でもこれは本当ですか？ロシア人はあまり笑わないっていうのは。ロシアでは、there's a saying, if you smile、yeah. with no reason,、yeah. you're a bit 頭が悪い人。そうですか。そうです。You have to have a reason, like funny or yeah. ですから、ロシアのサービスはとても悪いです。ああ、なるほど。聞いたのはロシアは寒いから人は笑わないというふうに聞きました。口を開けると寒い風が入ってくるので、でも、first, no smile, but when you become friends, yes, very warm and very honest. So I think for Russian people, if you smile and no reason, they feel like you think about something, but not sincere.面白いですね。Sincere. So after that, yeah, you can become very good friend very fast. 面白いですね。Even like train or airplane, first very cold, but after that, ちょっと変な人。ちょっと変な人ですよね。ロシアだったら。プレウさんが今からね、タロットで占ってくれるみたいです。何がわかるんでしょうか。Okay. はい、いいですか。Okay, you cut the gun. Three of swords. Heart, ですね。Two cards. Two cards. Okay. Okay, 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 okay. Okay, what do you want? Two cards for me. Anywhere?Yeah, two cards. I pick this one. Mm-hmm.
pick this one. All right. Okay. Queen of Wands. Is that angel? Judgment. Okay.はい、やっとねイベントが終わって今はねエクストラタイムでボードゲームやってます。今夜の10時ですが、やっとミートアップとねボードゲームが終わりました。これからね帰ります。おざます。今日はですねちょっと友達に誘われたのでナマズ釣りに行ってきたいと思います。今日もバイクで行こうと思いますが結構遠いんですよね。25キロで40分ぐらいかかります。なんか結構いい感じのねナマズが釣れるっぽいんでねちょっと楽しみです。天気いいな。いやー着きましたね。遠かったです。ね、道も綺麗で車もあんまなかったんで空いてたんで、まあドライブは楽しかったんですけどちょっとビビるぐらい田舎に来ましたね。田舎というか郊外というかなんかね右車線か左車線かはっきりしてないぐらいの田舎ですね。やばいですねここね。本当もうな周りは何もない感じで池だけがねあるみたいな感じですね。このよくあるなんか雑木林の中の池みたいな感じでここにね魚が放してあるんだと思います。なんかさっきからちょっと魚影が見えるんですけどだいぶでかいのがいそうな感じですね。あーやべ。ここに料金表があるんですけど100バーツかな100バーツプラス竿代と餌代みたいなね。よう分からんけどやってくれてます。え、これはい、これが仕掛けでこれが仕掛けでこれ螺旋っていうんですよね。で下に、まあ、針がついてます、はい。まあ、こんな感じで、でここパン粉、まあ、こんな感じでもろもろなんですよね。ちょっと最初にこう握り込んであげて固めてもらって硬いところを作ってからこうこんな感じですよね、はい。でこの螺旋をこう握り込むんですよ。埋め込む。そうですね。ここイメージとしては硬いやつにこう螺旋を埋め込んでいくんですよ。そしたらこの硬いのが地盤土盤何ですか地盤になって上にくっついていくんですよ。こうやってもっと大きくしていく、はい、餌を。そうですね。今から作っていきます。そんなでっかいんだ。はい、じゃあこれこの餌をパクってできるぐらいの魚しか釣れない。いやまあまあそうですね。まあまあそう合ってるな。はい、でまあだいたいまあ、まあ確かにでかい。野球ボールぐらいですねイメージとしては。であんまりここもね今僕10回ぐらいこれだと思うんですけどこれぐらいでいいです。あんまりこれすぎるとこれが硬くなりすぎるとこれはパン弾けてこれが巻き絵なんです。あーなるほど。巻き絵になっててその巻き絵でお餌だ餌だって魚が寄ってきてくれてくるくるくるって戻せるんですね。そうですね、はい。でパンは、まあ、出さずに出すとね乾くから乾くとねすぐ切れちゃうんです、はい。でこんな感じにしてパンの耳をつけます。こんな感じ、はい。であ耳なんだ。そうそう硬いから普通の、ね、パンの耳にこうブスッと刺して一回グーってやったら針出てきますよね、はい。そしたらパンを方向変えてもう一回刺すっていう縫い針っていうんですけど取れないように。そうですね、はい。補強する。ちょっと取り付けてくれ。こんな感じですね。でで離します。こんな感じになって糸からこの、まあ、10センチから30センチぐらいあんまり長すぎてもあれなんで、ね、今度手元見てください。これリールって言うんですけどリールがこうこのベールが返ってるとこの状態になるんですよ。糸が止まるんですよ。でこの糸をまず、右手で持ってもらって中指と薬指の間にこのリールを挟み込んでください。そしたら人差し指がフリーになるんですよ。
で、フリーになった人差し指にこの糸をかけてもらって、この状態で、ベールを返す。ベールを返したら糸が出るんですけど、まあ指が引っかかってるから出ませんよ、うん、で、ここからやります。はい、離すと落ちてる。そうで、投げるんですけど、後ろを見てもらって、前後ろとか自転車の人を使いするんで様子見て、で、右で投げる場合は左足を前にして、こうちょっと半身ぐらいの形になって、で、ゆっくり振りかぶってもらって結構なんで、真後ろにあって、ピヨーン、こんな感じで投げる。おー、で、今ちょっとほら、ばらけちゃったんですけど、本当はすごいボーンっていったら、あと、ま、奥の方が餌があるところなんですけど、今沈んでいってるんですね。本当はあと15メートルぐらいのところにちゃんと魚がおるんで、正直あんま来ないと思うんですけどね。ベールは返さずに、このままにしてもらって、置いて、置いておく。で、こういう、なんですかね、こういうふうにちょっと斜めに置いてもらったら、マスクじゃなくて斜めに置いたら糸がピュッと引っ張られるんですよ、魚が、あの餌を、おお、まあ、この辺でまだ、まだで、そしたら、ギューンとこれが倒れるから、倒れたら、合図で来てますよ。え、これあれやと思うけど、糸巻いてもらって、糸を引っ張る。まあ、でもかかってる？かかってない。あの、持った瞬間にかかる場合もあるけど、うん、今みたいにかからないケースもあるんで。ただこう、パッて。うわぁ、団子が全部。また作んなきゃいけないんだ。もちろんもちろん。大変。はい、じゃあ次。目がすごい下ついてますね、目がね。これ目でしょ、これ目、目です。すごい下についてるね。下についてる。口の横ぐらいについてる。ね、これを。うわあ。すごいね。やってるから。初めて。手で外す人もいいけど。うん、ね、あ、こう竿ね。あ、ごめんごめん、生。ああ、バイバイ。いや、全然ね、普通の。やばいっす、めっちゃでかいの釣れた。すごい、これどれぐらいあります？1メーターないぐらい、1メーターとぐらい。すごいね、これさっきと一緒のナマズ。そう、さっき、はい、違います、これはプラブック。プラブック、プラサワイとは違う。あ、大ナマズ。大ナマズです。やばいね。
でもこっちのナマズの方がちょっとかっこいいね。持ちますか。はい。持てますか。どうぞ。はい。メジャーすごい。うわー。1メーターない。あ、1メーターちょうどぐらいかな。すごい、これは。1メーター。今日の私の記録です。1メーター。1メーター。はい、写真撮って。ちょっと持っててもらっていいですか。ここビデオなんで。ここ持てますかね。ここ、ここ持って、フィッシュグリップだって。ここもちゃんと。体くっつけてますから、足横持ちですね。はい、頑張れ。多分10キロぐらい。もっと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 。おーって言ってたけど上がってない上がってない。やでももういいもういい。はい、下ろしてください、下ろしてください。ありがとう、ナマズさん。はい、ナマズさん、ありがとう。10キロでそんな。ナマズさん、持ち方としては、はい、こんな感じですね。あ、腹を持つ。あ、なるほどね。そんな感じで。赤子みたい。ぬめぬめして、あ、ちょっと我が赤子みたいな。はい、写真撮ってください。こんな感じで、はい、はい、撮ったこんな感じです。はい、ありがとうございます。すごい、あ、危ない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 、ありがとう、ナマズさん。あ、バイバイ。でっけえ。はい、え、重たい。ブルカミさんだったやつ。あ、ブラックペッパーの牛肉かな。あとはカニチャーハンです。頑張れ頑張れ。手が痛い、手が痛い。 両手でやってたんです。うわ、来た。ごめんね、ちょっと上がってくれ。ういー、あ、でかい。ちっちゃいけど、でもなんか肌綺麗ですね。すごい肌綺麗。すごいシルバーって綺麗だね。綺麗綺麗。綺麗じゃん。私持てないや多分。これさっきこれ置いてきて。これ置いてきて。はい。ハモ。じゃあ上げるの一番いいです。はいはい。わあ、すごい。筆がかり。すごい。尻尾にかかりましたね。ここです。おめでとうございます。尻尾にかかりました、まあ、そのままよし帰ります。結構楽しかったですね。もうほぼ入れ食い状態でナマズがね、合計で10匹以上釣れたと思います。で、料金システムに言うとね、かなり安いです。竿ありだと100で、竿なしだと200バーツで釣り放題ですね。で、ご飯食べて4人で1000バーツとかだったんで、めちゃくちゃ安いです。おはようございます。今日はですね、バンコクからワンデートリップに行きたいと思います。車でね、行こうと思うんですが、まずはね、待ち合わせ場所の BTS に行きます。待ち合わせはね、 BTS のうどんスックっていうとこで、そこに車でね、友達が迎えに来てくれるので、そこまで行こうと思います。着きました。ここまで来るとね、だいぶ魔界だよね。今日はね、何のグループかっていうと、毎週日曜自分がやってる、日本語学習のグループの人が旅行を計画してくれて、でそれでなんか仲間を集めていくような感じですね。で、肝心な行き先はね、だいたいなんか北東の方っていう風には聞いてるんだけど、まあ、詳細はね、よくわからんと思う。とりあえずね、友達が連れてってくれるみたいなんでね、車に乗ってね、行こうと思います。まあまあ、出されるがまま行ってみましょうっていう感じですね。友達が来ました。真ん中で大丈夫ですか？そうね、ちっちゃい。でもいいよ、しんどかったら途中で変わります。あ、おはようございます。おはようございます。元気ですか？元気ですよ。かっこいいね。大きい車だね。めっちゃかっこいい。お父さんの、私のじゃないの？あ、違うの？私のお父さんの。あー、お父さんの、なるほどね。私の小さい車。あー、なるほどね。あー、
大体ね、バンコクから1時間ぐらい車で来まして、今はサムットプラカーンです。めちゃったね、セムダ。これなんで豚ですか？豚です。あ、ムービン、ムービン、タイの食べ物、焼き豚的な。はい、おいしい。何味ですか？カレー？いや、これは、甘い。韓国のソース。チリソース。ちょっと辛い。でも、なるほど。美味しそうです。これがムービンだそうです。これはチキン。あ、これチキンですか。あ、これチキン。あ、これじゃなかった、こっちだ。ムービンは1個15バーツだそうです。うまそう。見たことないコンビニに入ったら爆安いね、商品を見つけました。50から 70% オフです。これ何？これなんだろうね。さつまいもチップス15バーツ。やばいね。近いね。これ何？バナナチップスだ。サクサク。すごい割引が半端ない。パッタイセットがだって35バーツだよ。安い。全然見えない。ないよね、こんな商品見たことないよね。見たことない。え、これ音楽が入ってるんでしょ？ USB の中に。お、カントリーの音楽。すごいね。I've never seen that. ポップ、これはポップ。ああ、ポップもあるんだ。カントリーミュージック。やば。I've never seen that. え、これね、有名な人たちなの？はい、有名です。あ、有名なんだ。サミ。大好き。面白い。田舎ですね。いくらですか？いくら？80バーツ？200バーツ。あ、ちょっと高いね。ね、今時 USB で聞かないよね、音楽ね。これ何？音楽。USB なんだ。うん。お坊さんですか。で、書いてあるのは、うん、そのなんて書いてあります？そのお坊さんの名前と、もしこの人が尊敬したらお金をたくさんもらえるそうです。あ、お金の神様みたいなことかな。そうですね。 お金のお坊さん、いい良い 運と、うん、いい縁がもらえます。ああ、幸福と縁を運んできてくれるんですね。はい、なんかこれ水の色がなんかちょっと なんか緑っぽい。うん、魚がいる。でも高いな、これは。魚も魚いるね。このお寺の名前は何て言うんですか？ワッシー。ドン。ワットンポーマハポー。ワットンポーモハ。ワットンポーシーマハポー。ワットンシーポーマハト。ワットンポーシーマハポー。ワットンシーポーマハト。なんか水の色がね、すごく緑で独特なんですよね。あ、これがなんか御神木的なやつです。それは何でしょう？ボディの葉。ああ、葉っぱですね。葉っぱ。なんかボディーツリーという木で、インドから来た木で、はい、これがその葉っぱですね。いい形してますね。はい、タイの Y がしてますか？うん、Y は何ですか？ Y、 タイは Y。 これは形が同じ。ああ、なるほど。そうね。手の形ね。はい。なるほど。勉強になりますね。じゃあ Y の葉っぱだ。ああ。なるほどね。Y でルーフ。わお。綺麗ですね、形がね。ポーの葉っぱ。うん。
ちゃでかい。なんかこの木はインドでブッダが悟りを開いた木と一緒だそうです。なのでありがたい木みたいですね。わあすげえ。インドのボディ木が2000年以上なんですけど、ここはその信じされてるのは1000年くらい。1000年ぐらいだと信じられてる。信じられてる。あ、はい、でかいですもんね、めっちゃね。1000年。何してるんですか。カプロクは金。上手だね。それ。それなんか意味があるんですか。綺麗にするため、はい。何個作るとか決まってないんですか。好きなだけ持ってないんですか。もっと綺麗。確かに綺麗だね、綺麗。これは何の花ですか。ロータスの花。ハスの花ですね。これ。綺麗。すごい綺麗ね。一応やったけど全然綺麗になんないですね。ちょ姉さんの見せて。かなり綺麗です。上手ですね。じゃあちょっとね、私もやってみようと思います。金ですね。首がちょっと痛いんで首に貼りましょう。おはようございます。今起きました。今昼のね、12時です。昨日友達に教えてもらったルーシーダットンをね、 YouTube で見つけたんで、ちょっとねやってみたいと思います。もう最近首がね痛くてね、どうにかなんないかなと思ってヨガとかやってんすけどね、今日は新しいルーシーダットンにね挑戦します。戻すときはろうそくを吹き消すように口をすぼめていただいて、高さにお月様が乗せてる、そんなイメージで手のひらを目線の高さ。いや、ルーシーダットンやってみたんですけど、強度が弱いですね。強度が弱くて、あんまりストレッチな感じしないんで、まあ、やり方間違ってるかもしれないですけどね。普通のヨガやります。あとなんかね、呼吸法がね、大事みたいで、みたいなね、息の吐き方しますね。これができないと多分意味ないんでしょうね。朝はだいたいこれです。10バーツ。柿です。うまい。完熟。まあ朝ごはんとしてはね、多分間違ってるけど、うまいっすね。最近なんかタイで日本の野菜とかフルーツがだんだんバレ始めて、さつまいもに巨峰にシャインマスカットに
なんかいろんなものが輸入されてきてます。これもね、日本の柿で、まあ若干高いですね。あの高島屋のさ、シャインマスカットなんてビビるぐらい高いからね。一房1万円ぐらいするんじゃないかな。ごちそうさまでした。どうも、夜のウォーキングの時間です。だいたいね、コンドミニアムの周りを歩きますが、今日はね、この本をオーディブルで聞きながらね歩きます。自分とかないから、教養としての東洋哲学。はい、さっきね、あの本を聞き終わったんですけど、かなり良かったですね。難しい説明とかはあんまりなくって、なんか面白おかしく仏教の真髄だけあの説明する感じだったので、かなり分かりやすかったです。で、仏教の重要な考え方で空ってやつがあるんですけど、まあ、それはなんか世界の全てはファンタジーだからあんま気にすんなみたいな、まあ、そんな話なんですけど、なんかそれをガチると結局ニートみたいになっちゃうんですよ。なんか欲を全部捨てられたやつがなんか本質に近いというか、まあなんかなんだろう、本質なんて存在しないから、まあそういうなんだろう、無駄な考えは捨てろみたいな、考え方が仏教にあって、それをね、多分現実世界でやると、そうニートとか、まあそれこそ本当植物みたいな、仙人みたいな、梅雨だけ食って生きるみたいな、そういう生活になると思うんだけど、でそれがね、なんか仏教の最大の弱点というか、今の時代にあんまり合ってない、西洋の資本主義ベースでできた今の世界には合ってない感じがしたんだけど、この本でね、結構答えが書いてあって、仏教を、そう、空である、自分が空っぽで、今までの自分とか自分の本質っていうのは自分が思い込んでるファンタジーでしかないから、自分は本当は何にでもなれるっていう考え方を持つと、その一気に東洋哲学の、なんだろう、有用性が上がるみたいなことを書いてあって、まあ、それはね、確かになるほどなと思いましたね。とかさっき言ったみたいに、あのもう全部この世界はフィクションなんだから、空なんだから、もう何もしないですみたいになっちゃうと、さすがに現代社会ではあの困るので、逆転の発想で、自分は何にでもなれるって考えると、ね、すごいこの東洋哲学を使って上手に生きていけるかなというふうに感じましたね。そう、すごく心に残ってるのは、鳩に餌をあげる人の例え、これがね、結構一番しっくりきたなと思って、じゃあその自分は空だから、どういう風になればいいのかって考えた時に、その鳩にパンをあげる人っていうのは、なんか一周回って実は悪いことをしてるかもしれない、でも端的に見ると鳩にはいいことをしてるみたいな、なんかちょっとあやふやな立ち位置でも、実はそんなにしっかりそれがいいか悪いか定義できないけど、そのパンをあげてる人自体は鳩とのつながりを感じてるし、いいことをしてると思い込んでいるので、まあ、それは何だろう、その精神こそが、空を獲得した上で身につけるべきものなのかなと思いました。結局空だけだったら役に立たないんで、その上で、まあ、自分が勝手にいいことと思うのを理由付けして、まあ、それをやっていくのが、なんか一番現代社会に合ってるかなと思いました。まあ、そんな感じですね、感想は。はい、結局ね、5キロぐらい歩いたと思います。はい、もう家に帰ります。